ではまずバツマルからシャウトをお願いします。イエー、初参戦大粒ファイトありがとうございます。ミア MC バツマル岸和田ゆうまるピンピン、その名前だけ覚えて帰って。では次は三擦半次郎。イエー、頑張れ俺。イエー、おー、みんな調子いいっすね。では DJ PJ、 どういう急なビートで戦わせていただけるんでしょうか。じゃあ行きましょう。ベスト4第2試合、発祥節三本勝負、先攻バチバレ、後攻三擦半次郎、大粒ファイト。頑張れ俺、頑張れ俺、俺も酒飲みながら思ってたって、ここまで来たら勝つしかねえ、相手がなんだ三擦半次郎。そして見ただけ俺のスケールまでも舐めてりゃいいよ、キッチバタリエ強く全然ないよ。まあさすがにニコツリハンだけ汗捨てる間もみついみたいさ、俺は汗と酒と涙しっかり飛ばしてやるぜ。また大丈夫、俺は分泌プラスマウンテンぐらいな感じで牛乳滑りかしらねがシールは満点なこのゲーム。キッチバタなのに少年くれたいじゃないの、順番に謝れ、見てないの、ルービー映画昔にいたあいつと俺はめちゃくちゃ思ってるよ、精子が薄いな、めちゃくちゃセックスしてるからだよ。お前はどうせ濃いだろ、黄色い、俺は肌も黄色いけど精子はめちゃくちゃ白い。岸和田順番知らねえわけないだろ、岸和田少年軍連隊、あら岸和田の薫ちゃんとはいかねえがこの場でお前をどぐらいな感じさ、めちゃくちゃセックス、そんなの知らねえよ。あは、セックスの数ばか誇ってるやつ、さっきも言ってたけれどもお前はダウト。いや、俺はもうそのベンチだ、カオルちゃんなら俺のこと褒めてみな、誰かわかるかな、岸和田少年くれたい、俺とお前しかわからないみたいだな。両方力の匂い、俺はめちゃくちゃ快です、フレーバー俺はめちゃくちゃ匂い嗅がしたいから、お前のその鼻に直接咲いてやるのさ、心臓で攻め込むんだ。終了、きさくさいことばっかり言ってますね。じゃあ判定いきましょう。先攻バツマル、後攻三擦半次郎、勝者三擦半次郎。ビッグライフ